レアルソシエダと対戦したアトレティコマドリードのシメオネ監督は、久保選手を幼少期から知る現バルセロナ監督シャビは、m'agradaria preguntar-te per Cubo. És un nom que està sonant molt aquestes últimes setmanes. Jo també del Barça, de la cantera. M'agradaria saber com el veus. Bé, Taque és un jugador diferencial. No? Té una esquerra privilegiada, ràpid, 1 contra 1, potent, és potent. Quan va 1 contra 1 defensivament és fort. És fort, és un jugador molt interessant. Molt bon jugador, especialment a mi personalment m'agrada. Sempre m'ha agradat, ja l'he seguit de fa molts anys, des de quan estava aquí a cantera Barça. スペイン代表バルセロナ所属のペドリも意外なところで久保選手の名前を出しています。sobre todo con Dybala y Modric, que son unos muy buenos jugadores y yo creo que es un bonito recuerdo, pero con todos, con Cubo también me encanta cambiarla porque yo creo que tiene un futuro muy grande. レアルマドリード時代のチームメイトであるナチョは久保選手の語学力を絶賛しています。イニエスタも久保選手について語っています。2019年に J リーグで対戦したことを踏まえて、僕は彼と対戦したことがあるから彼のことを知っています。素晴らしい才能があり大きな未来がある選手です。彼はビッグクラブで自分の居場所を見つける準備ができていますし、時間が教えてくれるでしょう。そしてラリーガでの活躍を踏まえて、2021年には違いを生み出せる選手だと思います。クオリティが高くてボール扱いもうまいです。パスを出す時やドリブルする時の判断もいいですし、前線に運べる選手ですよね。彼の成長は素晴らしいと思います。ヨーロッパでプレーしラリーガで戦えることは彼にとって実際に大きなメリットだと思います。もともとのクオリティに加えてスペインで学び続けたことが彼にとってすごくポジティブだと思います。技術面ですごく優れていて、スピードがあり器用な選手です。その状況ごとでボールを持ったら何をしなくてはいけないか分かっていますし、それは簡単なことではありません。イニエスタも久保選手の技術の高さ、判断力を高く評価しています。また久保選手がレアルマドリード在籍時に監督だったジダンは、彼は現在も将来も非常に興味深い選手ですとコメントしていました。久保選手がバルセロナ下部組織時代にチームメイトだったエリック・ガルシアは、レアルソシエダでの活躍について、僕たちは子供の頃に見た竹久保を再び見ていますよね。久保選手はバルセロナ下部組織時代、リーグ戦30試合で74ゴールという規格外な数字を残したので、その姿を間近で見ていた選手ならではのコメントですね。レアルソシエダのイマノル監督とブライス・メンデスは、está demostrando este año el jugador que es, ya no solo con balón, sino como aprieta, como presiona, como trabaja. Al final, a los jugadores ofensivos hoy en día también se les pide eso y él lo hace a los rivales. Está bien. Pues bueno, creo que tiene mucho futuro por delante. 続いては、レアルマドリードへの移籍が決まったばかりの頃、日本代表がコパアメリカでチリ代表との試合を控えており、ビダルも久保選手について解説していました。No, es un jugador de verdad con mucha calidad, un jugador que por algo firmó el Real Madrid y ya sabemos, ya lo hemos visto, lo hemos analizado muy bien y sabemos cómo parar a ese jugador. 今回はスーパースターが久保建英選手を語る動画でした。皆さんは久保選手についてどう思いますか？たくさんのコメントをお待ちしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。